はい、北島アカティクスのケンピーです。プッセです。はい、本日はバタフライだって言う本日はバタフライの第3話目ですね。第3話目。第1話第2話でキックだったりうねりだったりの練習をしたと思うんですけど、今日はここから手に入っていきます。ポイントを伏せこっちから、はい、まあ、まず言いたいのは今日からはケンピーに交代します。そうなの急に泳ぐちょっと手にお見せできないぐらい一回前で泳がれると呼吸のたびに笑っちゃうから前に行かせてほしいって言われたことがあるぐらいちょっと手が苦手ですって、まあ、でも今インストラクターなのでちょっと上手になってるかなと思いながら頑張ります。まあ今日の手はあそうポイントは、そもそも手の書き方の、まあ、初級編としてやっていきたいと思いますので、こういう風な手を書いちゃってる人がいるよっていうところをまず一つお見せをして、じゃあそもそもどんなストロークを書いたらいいのかだったり、あとバタフライだとネックになってくるのが戻す動作ですよね。どの種目よりも戻す動作がもう重くてきつくなってるかと思いますので、そこの練習方法っていうのをお伝えできればなと思います。バタフライだけ両手一緒に戻さなきゃいけないんでかなり大変だと思うんですけど、左手も両手で戻してますよね。そうでした。いいよ、戻して溺れないようなバタフライを泳げるように、皆さん今日も動画をちょっと大丈夫かな、今日私溺れてないから大丈夫できるように溶かしていくので、はい、これはこの後ご覧ください。はい、はい、ではプールの方入っていきましょう。お願いします。塩素の匂いがあんまりつかないのがいいんですよね。確かにここのプールサイド立っててもあんまりしないですね、このプール、うん、塩素の匂いって。なんか髪もガビガビガシガシしないし、はいはい、肌も突っ張らないし、確かに私ここはそこがいいです、好きですね。塩素入れてますよね。でも塩素は入れてますよ。そうですね、もちろん入れてますよね、うん、なんか他に入れてるんでしたっけ。水質改善液っていうのを入れてて、水がまあ綺麗になるじゃないですけど、うん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 、まあでも汚くなったらこのプールダメですもんね。横からの映像を撮ってるわけだから。そうそうそう、アクアラブってだからそれのおかげでか、はいはいはい、匂いとかもすごい、なるほど、全然気にならなくて女性にはぴったりのプールになってるかと思います。じゃあ行きます。さあやってきました、バタフライの難しいストロークですね。2種類こんなバタフライの人多いんじゃないかなっていうものをご紹介します。はい、それではバタフライのストロークの悪い例1つ目になります。皆さんどこが悪いか分かりますかね。この手の動き、入水と同時に手がガクッと下に落ちて深いところを腕、手が通っているのが分かりますか。なるべく手は入水した後前に伸ばして、そこから少し浅いところをストロークでキャッチからプッシュまで持っていけるといいと思います。このように深いところに手が落ちないように注意してみてください。はい、ではバタフライ悪い例2つ目になります。めちゃめちゃ悪い例うまいですね、クセアコッチ。このようにバラバラにリカバリーしてしまうバタフライ結構見かけると思うんですけど、これクロールではないので両手一緒にプッシュの後前に戻すリカバリー動作をできるように今日は練習していきましょう。リカバリーがうまくいけてないとこんな感じでバラバラにリカバリーすることになってしまいます。あとは戻す時の体幹も入ってないですね、腰が落ちてしまうので。これだとしっかりとまっすぐ、同じタイミングで右手左手リカバリーに入れるようにやってみてください。はい、今ちょっと疲れましたね。悪い例2つやらせていただきました。1つ目の手がちょっと伸ばしたまますごい深いところに行ってしまうっていうところを改善するためにオールスカール
リングといって水の中の動きのみを行う練習をしていきたいと思います。さあ、バタフライのストロークの軌道を練習するための、オールスカーリングという練習方法です。スカーリングの細かい説明については、以前コロナ禍ですね、少し前に、僕の方でスカーリングの紹介動画を載せているので、そちらでご覧ください。で、先ほど悪い例1つ目で紹介した手が深い位置を通って腕がまっすぐの軌道でストロークしてしまっている動作にならないように、このように前で浅い位置、前から後ろまで浅い位置を手が通るようなストロークの軌道の練習になります。スカーリング動画でも紹介してたと思うんですけど、フロントキャッチ、プッシュの動きをこのオールスカーリングでは意識して、水を後ろに送り出すような動きができるといいと思います。皆さんぜひやってみてください。先ほどリカバリーでつまずいてしまってこう手がばらけてしまうっていうのもあったと思うんですが、こちらを改善するようなドリルワークをご紹介します。はい、ではリカバリーのための、練習方法になります。ビート板2枚用意していただいて、こんな感じで、体に対して遠くを、通るように手の動きを作っていきます。これ皆さんなるべく肩甲骨ですね、肩甲骨が動いているような動きが、肩甲骨の動きを大きく動かしてこの動作やってみてください。注意点としてはビート板に対してすごい力をかけて動かしてしまうと、ビート板がこう沈んでしまったり、あとは背中が丸まってしまったりするので、そうではなくてしっかりと肩甲骨の方に意識、動きを意識してあげると、そんなに手はビート板に負荷をかけないでこの動きができると思うので、なるべく手先の方ではなくて意識は肩甲骨の動きを意識してこの動作皆さん練習でやってみてください。あとはまあ先ほどのあれですけど、バラバラに動かさない、両手一緒にこんな感じですね、バラバラになるんではなくて同じタイミングで右手と左手一緒に戻せるように、この練習皆さんやってみてください。あ、バタ足していいですからね。はい、ではこちらを、練習していきたいんですけれども、いきなり両手でやるとすごく難しいです。片手は前で伸ばしてもらって、片手のみのバタフライの練習に入っていきます。ただしクロールの片手ではないので、ローリングは行わずにできるだけ水面の近くを戻せるような意識も持ちながら行ってください。はい、ではこんな感じで片手バタフライの練習していきます。先ほど言ってた通り、リカバリーの手が上に上がるのではなくて、なるべく水面ギリギリの横を通るように動かしてみてください。後ろから見るとこんな感じですね。バタフライなのでクロールのように天井を手が通るように、天井の方を手が通るように動かすのではなくて、なるべく横でリカバリーに入れるようにしてください。で、この時に先ほど行った、ブルーベイ使った時の練習を意識して、肩甲骨の動きで前に手を戻せるとよりいい練習になると思います。注意してやってみてください。今日のおさらいですね。バタフライのプルになります。深いところを手が通るのではなくて、まず水の中は浅いところを描くように、キャッチからプッシュまで、また戻すときに肩甲骨、背中の動きを意識して、低い場所をリカバリー、右手と左手一緒に動かせるようにしましょう。ではこっち、バタフライ苦手らしいですけど、皆さんどうですかね。コメント欄でお褒めの言葉をお待ちしてます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日は第3話バタフライストロークについてお送りしていきました。はい、ポイント、じゃあステアコーチからお願いします。はい、
まずですね、バタフライ浅いプールを泳いでいるようなイメージを持つって結構大事だと思います。じゃないと肩から回してしまうと、本当に私やってて思ったのが肩痛かったんですね。肩支点にしちゃうと多分肩壊してしまうので、ぜひ浅いプールを泳いでいるような意識っていうのを一つ心がけてもらいたいなというのと、リカバリーですね。無理やりやろうとするんじゃなくて、結構肩甲骨寄せるだけで肩の位置って水面に対して変わるんですね。実はリカバリー、そこを使ってあげるっていうのが意外とポイントになってくるのかなと思いますので、そういうのを抑えられると楽なバタフライを覚えられると思います。はい、はい、そうですね。リカバリー結構今セイコーチが言ってくれた肩甲骨の動き大事ですけど、先ほど紹介した上じゃなくてなるべく横から戻すっていう、結構子供とかでもあるんですけど、上から思いっきりグワッと持ってきて持ってこようとしちゃって頭がドボンって沈んでるような、戻し方のバタフライじゃなくて、なるべく水面ギリギリ横、体の横を通ってるようなリカバリーができるといいかなと思います。はい、はい、先ほどのね、水質改善液の話したと思うんですけど、私それの化粧水こんな感じでアクアラブの、シールなんかつけて使っちゃってるんですけど、めちゃくちゃ愛用してます。なんか多分スキンケア紹介ですね、美容系 YouTube、 やばい、何やんだっけ、こうやってピンと合うように近くに そうです、ね、なんか多分お風呂に入れるような液だと思う、あったりとか多分するんですよね。うちはそのプールマイスター、実はこんなのうちではしっかり飾ってあるんですけど、すごい、私たちはスキンケアを追求した次世代の水で大切なあなたの体を守ります。守られてます。アクアラブの水はちょっと特殊な水になってるそうです。このプールマイスターのおかげで皆さんぜひね、ぜひちょっと、そんなのも一つ、あ、そうだったんだってなってる人も多分いると思うので、次回来た時はちょっとそんなのも感じながら泳いでみてください。実はケンピーライフセービングのクラスを持ってるんですよね。そうです、ライフセーバーです。どうもライフセーバーかっこいい資格持ってるんです、ライフセービングクラスも北島アクアティクスは選手コースもあったりするんですけど、ちょっと暖かくなってきた、今日は雨ですけどちょっと暖かくなってきたこの時期なので、4月29日とあと5月1日2日の、ゴールデンウィークの時に海の練習会があるので、でどちらも29の方も1日2日の、方もどちらも会員外の方ももちろん参加できるようなイベントなので、ぜひぜひ海になれたい方、泳ぎるようになりたい方はぜひぜひ、子供限定なんですけど、お越しいただければなと思います。概要欄に TTX の方の、申し込みのページを貼っておきますので、ぜひご覧ください。はい、夏前に海に行けるのいいです ね、なかなか家族だとそんな時期には行けないと思うので、そこで海を知ってもらうのが29日にある。で1日2日で練習が結構ハーブの練習もあるので、ぜひぜひ興味ある方は来てください。はい、楽しみにしてます。はい、はい、次回の動画なんですけど、次回はやっともうタイミングになってきますね。おお、ここ超大事、一番大事じゃないですか。あ、超大事。バタフライタイミング合わなかったら本当に溺れてるような感じになるので、ここは絶対必要ですね。1、2回第1話第2話でキックを紹介したと思うんですけど、それと今日やったストローク、そこを合わせるタイミングの紹介を第4話でしていきたいなと思います。はい、そこも楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、それではこの動画が良かったなと思う方は高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、さよなら。